長谷川流派です。ここのとこね、あの、暗いニュースが続いたんで、ちょっとね、いいニュース。ね、いいニュースも、いつものやつなんですけど、総再生回数ね、去年の2月から始めて、まあ、1年ちょっと経ちましたけど、総再生回数が、なんと、7万回超えました戦いは数ですとかね、これね、あのもう10万回、100万回目指してるんでね、回数大事です、やっぱりね。この、ね、やっぱりね、あの、何もしないでこうパッと見て、この人何回ぐらい見られてるのって見たときにね、もう7万回なのか、10万何回なのか、1000回なんか、100万回なんか、全然違う、イメージが。人に言うときでもそうでしょ。僕は、ね、YouTube やってるんですけど、って言ってね、まあ、登録者数は少ないんですけど、動画はね、まあね、100万回見られてるんですと言うとね、結構響くでしょ。だからね、100万回目指していこうと思って今、頑張ってます。登録者数がちょっと止まってるんですけどね、370ぐらいで止まってるんですけど、もっと伸ばしていきたいみたいな。1000回伸ばしたい、1000人突破したいみたいな感じですけどもね、これからもよろしくお願いしますということでね、皆さんのおかげで、あのね、なんとかね、徐々にであるけど、登録人数、ね、総再生時間、ね、あと、まあ、大事なのは、あの、1年間の総再生時間ですかね。4000回時間をクリアできるようにね、あと、登録数1000人をクリアできるように頑張っていくんで、今後ともよろしくお願いします。ということで、7万回いったぞ!ね、YouTuber の皆さんもね、頑張っていきましょう!